どうも、新宿アボイ金京です。ザです。新宿アボイの中年の視聴でございます。はい、まあどうでもいいんですけど、これちょうど今777回です。な37、はい、まあどうでもいいんですけど、はい、いや、なんとなくお祝いしますか。いや、お祝いしなくていいけど、なんかと注文しますか、お祝いで。何注文って、ね、何も注文しなくていいよ。何の注文か知らないけど、お祝い風な感じで言ってる。いや、お祝いじゃないけど、なんかこうお祝いしたらいいかなと思って。なんか7が揃うと、なんかあトリプルセブンって感じね。じゃあお祝いします。いや、別にお祝いすることもないんだけど、まあ一応777回ですよっていうだけの話で、ちょうどゾロ目、ゾロ目、あ、ね、1年半ぐらいですか。じゃあ、え、2年じゃない。2年ちょいか。じゃあ2年ちょい、この2年ちょいやってんの。777回ってことは、そうだね、365、まあ何日か空いた時もあれだとしても、うん、もう2年ちょい、2年半近くなんだかんだやってんだ。長いもんで、はやはや早いもんで、ね、逆言っちゃった早いもんでですね、今の話だと。長いもんでってあんまいかないです。いや、そうですか。あれ、あ、いいですか。はい、あ、いや、いいですよ、どうぞ。いや、あれをちょっとなんとなく見てるんですよ、あのドラマ。だが情熱だけはあるっけ。あるじゃん。ドラマ。うん。山里さんとオードリーの若林さんの話のドラマさ。そうそうそう。もう何となく見てるの。それなんていうタイトルなんですか。だが情熱はあるだっけ。だが情熱はあるか。で、だよね。だが情熱はあるよね。いやいや。なんで板橋区民調べないでこっち調べんのよ。何ですか。もう一回言ってください。だが情熱はあるでしょ。どこまでですか。は。でしょうまでですか。だが情熱あるでしょう。そんなこと言ってない。情熱はあるじゃない。え、ちょっと見てるんだよね。どう情熱はあるでしょ。毎回見てるんだよね。毎回見てるから、まあまあ TVer で見てますけど、毎回見てるんですよね。まあまあまあ、毎回というか一気に見ましたけど。何ですか、タイトルは。だが情熱はあるでしょ。でしょうまでですか。どこまでですか。でしょうとは私言ってないでしょ。タイトルを言ってくださいって言ってるんですよ。だから情熱はある。もう一回お願いします。だが情熱はある。正解です。なんだよこのやりとり。合ってんだったらいいでしょう。ずいぶん不安そうだったから。いや、なんか変な感じで言うから、なんか間違ってたのかなと思って、私変に言うから。で、何よ。いや、ああいうのを見るとさ、伊沢さんどうなのかなと思って、照らし合わせたりするのかなとか、あの、ね、自分の1年目の時とかどんな照らし合わせたりするもん。照らし合わさない。ああ、そう。いや、なんとなく照らし合わせ、そうで、年代がちょっと似た部分もあるから、あ、そうか、こういうことやったんだなっていうのは、全くさ、あ、接点はそんなないけどさ、なんとなく、あ、こうで、高校生コンビとかだからさ、同級生コンビとかは感覚的にないじゃん。ああ、そうか、同級生コンビってこういう感じなんかなとか、まあまあ、多少ね、ドラマだからどこまで本当かどうかわからんけど、なんかキャッチボールしてるシーンとかあったわけよ、うん、ね、オードリーさんが、うん、キャッチボールなんかしないじゃん、なんとなく友達じゃないかもね。いや、だからそこよ、要はさ、だから、同級生コンビってそうなんだなとか思ったりするわけよ。それだから、そういうのも含め照らし合わせたりしないのかなと思って。でもさ、あれだったらさ、俺もまあ毎週見てんだけどさ、うん、見てんのかい。なんか見てない空気出してんの。だったら調べなくたらずっと出たでしょ。合ってるのは合ってたでしょ。いや、怪しかったから。怪しくないんだ、情熱笑ってたの。山里さんタイプでしょ、彼。今日はどう考えても。え、どういうこと。山里さんタイプでしょ。タイプってどういうこと。あの、2人がさ、対比のように出てくるじゃん。うん、山里さんタイプでしょ、だから漫才コンビやってたとして、ああ、相方に対してってこと。相方に対して、うん、座って違うとかやってたタイプでしょ。いや、まあ座ってはやってないけど、あ、間が違うとかやってたタイプでしょ。前のコンビの時はもうまさしくその状況、ね、
うん、まさしくね、ゲソさんとあれはもうだからもうなんかリンクするよね。で相方のせいにしてっつってさ、相当嫌われてたんじゃないじゃん。誰周りの人に嫌われてないんですよ別に嫌われてはいなかったけども、あのドラマ見てたらさ、俺や、うん、山里ドラマだよ、うん、山里さんを好きになる人は多分いないと思うよ、あれを見てて。まあ、ね、ああいうことをやってる人はね、うん、でも金京はああいうことをやってたじゃん。まあただ相当嫌われてたんじゃない金京。いやただね、ただよ、うん、似てるとこあるけど、いやまあ自分もそういうことしてたなと、ゲソさんにしてたなと思うけど、うん、いやここまで追い込むかっていうほどそこまではやってない、ここまでではないなとは思うけど、よりな感じだったよね。間が悪いわあとかそういうのは今なんて恥ずかしいだろ、文言だって言ってた。今なんて恥ずかしい。まあまあ そんなんだから、まあ、間なんて何も分かんない人間が間が悪いって言ってたわけでしょ。いや間もい何言ってんだ君は今の何言ってんだ君は、あの間もちょっとずらしたから、いやいやもうあえてずらすっていう間を使ってるからね、うん、分かってはいるからそこはね、あれなんだけど、いやでもね、だから前のコンビは私はもうまあ別にね、ゲストさんとは全然そのわだかまりもなく今でも全然さ連絡は取ってるけど、まあ、金京が持ってるだけの可能性もある。いやそんなことないよ、ゲストさんって連絡取ってる、昨日も出ましたからな、だったらゲストさんが大人だから流してる可能性もある。いやいやいや、じゃあそんなことはそんなことはね、なんだけど、あのドラマもさ、最後、ね、山田さんの相方だった人がさ、大人だからさ、一応最後ライブ出るわっつってさ、あまあね、うん、まあ最後出てね、うん、飲み込んでくれてやつだじゃん、うん、まあまあまあ、いやだからいやそうだね、まあそういうのはあったね。ゲズさんの、まあ4年間だけどね、ゲズさんは、あまあなんか似たようなところはちょっとあるなと思って、まあ、それは戦略に、自分の考えた戦略通りにやりたいからってことでしょ、うん、もっとまあ、一緒ってことでしょ。だから山田さんが多分戦略、自分の戦略通りにやりたいから相方さんをこういう、もっとこうやった方がウケるんじゃないとか、なんかまあそういうのは言ってたよね。だからそれはだから前のコンビの時にまあ反省して、何を人のせいにしてるんだっていうね、そう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 、ゲソさんの時だけだったの、それをやってた、指導してたの。そうね、他の人たち、キャプテンとか、うん、キャプテンとかあのジャック豆山さんね、はいはいはい、と3人でやった時は逆だったからね、はもうすごかったかな、もう耐えきれ、やられてたのか、耐えきれなくなって、だってネタ合わせでネタ取ったんびにもう貯金箱を置いてあって、俺500円入れて食うぐらい、だからもう何千円かなくなってくるのよ、毎回ネタするたびに。そうそうそう、で0.7秒間がちゃうねんとかでもうちょっとすいませんっつって、ちょっと僕売れると思わないんでこのコンビちょっと抜けますっつって、早稲田のデニーズで深夜3時ぐらいに話して、じゃあもう用事ないからええわ帰りって言われて、はい、失礼しましたつって、俺バイク乗ってたのっていう逆もあったけどね。あ、逆をやられてた人が逆になるっていうパターン珍しいよ。まあ言われてないよ。そうだね、なかなかないと思うけどな、それそう、ね、自分がやられて嫌だったことをさ人にやるってなかなかないけど、うん、やりたかったんだ。いやだからね、でもね、あそこまでではない、あそこまでではないけど、よりなことはやってたよね、うん、でもね、ゲスさんもゲスさんも厳しいとこあったからね。やっぱりだってネタ合わせ行くのでさ、まあ言ったらもうなんかジャージとかで行ってたわけよ、はいはい、どうせバイクでネタ合わせの公園行って帰るだけだから、そしたらなんだその、なんでその格好で来てんだって怒られて、お前さこういう人前に出る商売なんだから、お前どこで誰が見てるか分かんないんだから汚い格好するんじゃないよって言って、めちゃめちゃ正しいこと言ってる。そうだからそれは今でも思ってる。だからでね、そこでお前スタッフさんとかだって汚い格好だなって思われたらあれなんだから、家じゃないんだから、近所のコンビニ行くんじゃないんだから、そこは綺麗な格好しなさいって言われて、それは今でもある。だからほら、変な格好で行くことないじゃん、ネタ合わせ昔公園でやってても変な格好はないでしょ、なんか汚い格好、まあ、汚い格好でそもそも来よっていう意識はあんまないよね、うん、外出るときに。そう基本は基本はね、だからそれはもう今でもそう、
あの言われる前から分かってるまあまあそうだと思うけど、まあまあそんなさ、もうにそんなもういいよ、22年前ぐらいの話をさ、ああだこだ掘り返しては欲しくないんだけどだからそこで分かったんだからいいでしょ、もういいでしょ、20年前というか当たり前のことだけど、そう言われなきゃ気づかなかったんだって思う。いやだ、汚い格好っていうか、だからスウェットとかだから別にそんな汚い格好ではないんだけど、なんつーの、だらしない格好はしないよってことね。そうスウェットとかだから、トレーナー上下、スウェット上下でネタ合わせ来るとか、だからそういうのはっていう話でも、まあそういうコンビもいるじゃん、別にネタ合わせだけだから。あ、全然いるはいるから、そんな絶対ダメっていう話じゃないんだけど、まあ、人は話はいい。いやいや、だからそうだから決算もそういうのは言われたり、まあ、お弟子さんについてだから結構まだそういう厳しい、そういう部分もあったりこと、ね、まあまあお互いあったけども、まあまあだからもう完璧にあそこまで追い込むっていうのはないにしろ、でもまあまあ、似たようなことはなきしもあるさなっていうのは見てて思った、うん、そんなん言ったら、いやもういやちょっと俺なんてもすごいよ。すごかね。そんなん言ったら石田さんめちゃくちゃじゃん。俺なんか相方に結構、まあ金京じゃない相方ね。うん。前の相方。いっぱいガンガン言ってたら。めちゃくちゃやってる。相方がキックボクシングやってるから。シャドーボクシング始めて。横でね。ハイキックの練習始めたの。うん。そっから何も言えなくなっちゃった。そうでしょ。言い過ぎたんだ。ぶん殴る蹴るの、もう手前まで来てるんでしょ。どう、じゃあそんなん言ったらさ、うん、山里さんタイプでしょ金京はって、うん。いや、あなたもそうでしょって話。相当言ってたでしょ。相当は言ってないと思う、そこまで。いやでもさ、口聞かなくなってんだよ、うん、まあ人はそれぞれあるよね、ここすっげえまとめ出した、すごいわ、俺の時はもうなんかわわ。いやでもそうでしょ、あったでしょって。まああったね、そういうの、うん、あったね。なんでえあったでしょっていう話を、こう、あるでしょって、若いし、特にね、あったでしょって、うん、だから山里のタイプでしょ、タイプだったと思うよ、うん、結構言ったでしょ、結構言ったから、ま、だって、手出される寸前とかそういうのはなかったもん、俺。で、一言ももうさ、普段喋んないとか、そういう状況にはなんなかったから、私、どのコンビもね、別に、そういう状況はなかった。まあでもまあ相当言ってたんだろうね、自分じゃ気づかんじゃん、こういうのって、うん、だから、よく当時なんてさ、うん、おコンビで喋ってるっていうのが珍しいぐらいの状況だったじゃん。あ、そう、いやいや、そうなんて、いや、わかんないもん。いやいや、他の、だ自分じゃわかんないもん、それ。あ、そう、うん、だって珍しいねって言われてたこともよくわかんないです。あ、なんか喋ってるわ、喋ってるわ、なんだったろう、なんか、いや、なんか伝えといてって、俺がなんか伝えたこともあったじゃん。あ、そうだった。あれは、じゃあ相当だったんすね。俺ちょっと話したくないから、みたいな。そういうことあったんすね。いや、すごいな。え？いや、そういうことありましたね。そういうことありました、ね、だから、まあ、みんなあるっていう話ですよ。ね。いや、何もないんだけどさ。なんか何もないんだけど、なんか何は、なんかありそうな。いや、何もないよ。何もない、うん、何もない、うん、何もないけど、うん、そう、まあね、だからそういうのを、なんか、昔と照らし合わせるっていうのがあんのかなっていう、全然ないですね。ないんですね。そうか、まあまあ、分かりました。ドラマだし。まあまあ、ドラマじゃドラマだけどね。まあまあ、自分も、だから同じ年齢ぐらいだから、まあ、みんなそれぞれあるんだなっていうね。まあまあ、それで成功してるしてないわ、その、ちょっと違う部分、ちょっと違うかだいぶ違うんだけど、そう、そういうのも思いつつ見ましたって話だよね。いや、何もない。なんかありそう。何もないのよ。なんか、こう。いや、だって何もない、何もないのよって何かあってほしいってこと？いやいや、そういうわけじゃないんだけど。何を言いたいんですか？何も言いたくないもん。何も言いたくない。もうおしまい。もう大丈夫。もう終了。大丈夫。どうも、ありがとうございました。